こんにちは、アンディです。さあ今回のテーマはアメリカ大統領選挙で、この仕組みがですね、まずどうなっているのかってことを基本的な情報としてお伝えしていきたいと思うんですが、それは前半の内容として、後半にはですね、やっぱりこの2020年共和党のね、代表である現職ドナルド・トランプさんと民主党候補のジョー・バイデンさんのここまでね、泥沼化してしまった大統領選挙の背景に一体何があったのかっていう、その部分をね、一緒にね、紐解いていきたいと思います。で、実際私も別にプロではないので、もちろん集められる情報には限りがありますが、それでも見えてくる情報十分あって、それこそ関明夫さんの番組でもね、先日おっしゃってたみたいな状況とちょっとね、違う角度から私は見ているので、その部分を一緒にね、共有できたらと思っています。とにかくアメリカ大統領選挙自体がもしかしたら今後変わってしまうかもしれませんけども、まずは現在のアメリカ大統領選挙、アメリカ大統領っていうのはどういうふうに選出され就任していくのかっていう流れを一緒にこう理解していただいて、その上で2020年起きたことが一体どれだけ深刻なことなのかっていうことを共有して、今後アメリカというものがもしかしたら変わってしまうかもしれない、アメリカが関わるということは私たち日本というものも変わっていかざるを得なくなりますので、そういったことも含めてね、今回の情報が少しね、皆さんの今後の将来展望のね、お役に立てればと思います。それでは本編の方に入っていきたいと思います。目次としてはですね、アメリカ大統領選挙の基本的な仕組みを挙げて、その後一体何が起きているのかっていうものをずらずらずらと挙げていって、さらにその不正が行われている裏側にあるものっていうのを最後謎を紐解くキーワードの解説として挙げていきたいと思っています。それではアメリカ大統領選挙の基本的な仕組みを見ていきましょう。まずアメリカ大統領選挙の仕組みの基本的な性質は間接選挙です。で、この間接がどういう意味かというと、その有権者の人たちが投票しているのは、2020年に関してはバイデンさん、トランプさんではないということなんです。で、じゃあ誰を選んでいるのかというと、有権者の人たちが選んでいるのはどちらの候補を勝たせたいか、どちらの候補者にその自分の住んでいる州の選挙人団を挙げたいかっていうことなんですね。例えばあなたが今回のジョー・バイデンさんかドナルド・トランプさん、どちらかに投票したいと思った時に、形的にはトランプさんの名前を書いて投票するのですが、この場合直接的にトランプさんに投票できているわけではありません。そうではなく、その州の選挙人団をどちらの候補に挙げたいかを選んでいるようなものなんです。つまりドナルド・トランプと書いて投票することで、私は自分の州の選挙人団をトランプさんに挙げたいですっていう意思表示をしているようなものなんですね。これが勝者総取りルールに則った話になります。例えばフロリダ州について話をしていくと、フロリダ州には選挙人の数が29います。で、ここでじゃあジョー・バイデンさんとトランプさんはそれぞれ、バイデンさんが5,297,045票、そしてトランプさんが5,668,731票獲得したことになっているんですけど、この場合この530万対567万の比率に応じて29人の選挙人団を配分してそれぞれに与えるわけではなくて、トランプさんの方が今回は一般有権者からの得票数が多かったので、トランプさんが勝ちということになり、フロリダ州の選挙人の29人は丸々トランプさんに乗っかるということになります。こうして各州に割り当てられた選挙人の数を勝者総取りルールのもと勝ち取っていきながら、538名いる選挙人を2人で取り合って、で最終的に勝ち取った選挙人の総数が多い方が大統領になるっていうのがアメリカ大統領選の基本的なルールということになります。で、これは通常通り何の不正もなく進んだ場合には、全ての選挙人が有効数として数えられるので、過半数の270名をどちらかが先に超えた瞬間に大統領が確定するってことになるわけですよね。でもよく考えてみたら、そんな回りくどい方法を取らなくても、有権者による一般得票数の多さと勝ち取った選挙人の数の多さは比例するんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないんですけど、実はそうではないんですね。実際にこの2つがねじれることがあって、かつねじれることがある以上、大統領になりたい者にとって勝ち取った選挙人の数の方を優先して考えて戦略を立てるっていうことが重要になってきます。例えば2016年大統領選では、ヒラリー・クリントンさんとドナルド・トランプさんが、一騎打ちすることになったわけですが、得票数、有権者からの得票数については255万票を、ヒラリー・クリントンさんがリードすることになりました。しかし、蓋を開けてみると、なんと選挙人の獲得数はトランプさんの方が過半数の270人を超えて306票を取っています。つまり、ドナルド・トランプさんが大統領に就任したということです。この一般得票数が、リードしていたとしても、選挙人の数で劣っていると大統領にはなれないということになります。今回のジョー・バイデンさんとドナルド・トランプさんに関しては、選挙人の538名のうち過半数270名を目指していたんですが、トランプさんが獲得したのは232票、そしてバイデンさんが獲得したのは306票ということで、この状況だと何の問題もないということであれば、もちろんこの結果を受けてジョー・バイデンさんが大統領になるということになるんですけど、今回はここに待ったがかかってるわけです。
その勝者総取りルールっていうのがアメリカ大統領選の特徴ではあるんですが、2つの州だけ取ってないところがあります。これがメイン州とネブラスカ州ですね。メイン州とネブラスカ州、メイン州は選挙人の数が4人、ネブラスカ州は5人ということになってて、それぞれ2人は得票数、一般得票数が多かった方に割り振られるんですが、メイン州では残り2人、ネブラスカ州では残り3人を別のやり方で振り分けることになります。これは2つの選挙区のうち下院の勝った方に分けるってやつです。例えばメイン州の場合は2つの選挙区の中の1つが下院で共和党が勝って、もう1つが民主党に勝ったんだったら、1人ずつ共和党と民主党に割り振られることになります。ネブラスカ州では3つある選挙区のうち下院で共和党が2つ勝って1つ民主党が勝ったら、その勝った方にそれぞれ2人と1人を割り振って選挙人が分けられることになるわけです。でここでね、急になんか下院とかって出てきたんですけど、実は大統領選挙の裏でもう一つ別の選挙が行われてるんですね。でこれは何かっていうと、上院下院議員選挙っていうものです。これは州の議会議員じゃなくて連邦議会の議員さんを選ぶための選挙なんですね。でこの上院下院議員の選挙で、例えば上院っていうのは各州に2人ずついます。これは人数の比率に関係なく、人口比率に関係なく、50州それぞれに2人ずついるんで100人いることになります。でこれが2年ごとに3分の1を選挙で入れ替えるということなので、今年2020年に関しては35人をこの今回の裏側で行われている選挙で選ぶわけですね。で下院に関しては人口ごとに議席が配分されていて、人口が多いところの方がもちろん比率的には多いっていう感じなんで、全体的に435人が下院として存在しています。そしてその2年ごとに全員を選挙で入れ替えるということなので、今回は大統領選挙の裏側で実はこの下院で共和党とか民主党が過半数取る取らないっていうのが別に争われているわけです。でこの上院の100人、そして下院の435人、それからワシントン DC に関しては州ではなく政府直轄のね、特別な、まあ、コロンビア特別区って言われてる場所なので、そこだけは州と別に3人選挙人がいるんですが、その合計の538っていう数字が選挙人の数の目安になってるわけです。それでは選挙人とはそもそも何かっていう話なんですけど、合衆国憲法には連邦議会議員や連邦政府の現職公職者であってはならないということだけが定められています。つまりこの2つ、連邦議会議員や連邦政府の現職公職者じゃなければ誰でもなれるということです。大体はですね、犯罪者でなければですけど。例えばどんな人がいるかというと、元大統領であったビル・クリントンさんとか、現役のニューヨーク州知事であるアンドリュー・クオモさんも選挙人として選ばれています。他にもですね、各種の党や団体の関係者、そして活動家やロビースト、このロビーストっていうのは営業マンみたいなものなんですけど、あとはその大統領候補の推薦で選出された人っていうことになります。なので大抵の人はいろんな人がなる可能性があって、その選挙人がそれぞれに割り振られていくって形になるんですけど、これはですね、周りくどく感じるのは時代が変わって、当時その選挙の方法が作られた時代とは事情が変わってるからなんですよね。今ではもちろん選挙人の人が裏切ったりをすることがないので、選挙人の人たちが例えば私はドナルドさんに投票します、支持しますって言っていたにもかかわらず、選挙人として選ばれた後にその制約を裏切ってバイデンさんに投票するなんてことがまず起こりえない。前もって私はトランプさんに投票します、私はバイデンさんに投票しますと制約をして、約束通りにその後動くってことが決まってるので、実際誰が選挙になってもいい状況にはなってるんですけど、それはかつてのね、選挙方法が編み出された時代と事情が変わってるからってところを頭に置いといていただけたら分かりやすいかなと思います。でこれが今回の話、その一連で行われていた一般投票っていうのがどこに位置づけられているかっていうと、本選挙の日程の中のこの部分ですね、11月3日に行われたものになります。でこの後選挙人の人たちが一般投票結果を今度は12月14日に、今度は選挙人だけの投票を行うことになります。ここの投票結果が最終的に開票されて決定されるのが1月6日です。でその1月6日で、こっちの方が多かったよね、ジョー・バイデンさんが多かったねってことになると、1月20日に大統領就任式というものが行われて、正式にバイデン政権っていうのが誕生することになるわけですが、この一般投票の前にね、例えば今回の民主党候補のバイデンさんとトランプさんの討論会っていうのが行われました。いつもはね3回行われるんですけど、コロナ禍なんで、ね、2回目がね中止になって2回だけしか討論会行われていませんが、でさらに言うとバイデンさんというのは民主党候補なんですが、まあ、共和党はねもともと現役の大統領がほぼほぼまあ候補者として確定しているんで、問題は民主党だったんですけど、民主党の候補を選ぶための予備選挙っていうのもあります。予備選挙はこの2020年に関しては頭の2月3日、候補者選びっていうのがスタートするのが2月3日
3日でした。でそれから2月11日要は党員の間で予備選挙っていうのが徐々にいろんな州から始まって、3月3日に関してはいろんな州で一気にねその選挙が行われるってことでスーパーチューズデーって言われて、こういったスーパーチューズデーを超えて50州全体でどんどんその民主党の候補者の人たちが選挙活動を続けてって、最終的にこの人を民主党の、まあ、大統領候補として選出しますっていうのが決まった後に要は本選挙の段取りに進んでいくわけです。でこういった1年通した長い流れがあった中で今回の大統領選挙が揉めているということが話題になっているのは一体どこから始まったのかというとここなんですね。11月3日の一般投票で問題が発生したっていう話になります。この問題を複雑にしている原因はもうまさにこれですね。郵便投票です。で、この有権者登録をした人に郵送用投票用紙が配布されて、返送によって投票が行われるわけですけど、もともと投票行為というのは、投票所に行って本人確認書類、まあ ID をチェックしてもらってから本人であることが分かった上で、その人の署名で記入された投票用紙が投函されるわけですよね。で、それを集計するわけですけど、郵便投票になっても基本は同じです。要するに手間はかかりますけども、本人確認書類も絶対に必要で、要するに本人確認ができないと有効投票として認められないよっていうのは前提としてあるはずなんですよね。あるはずなんですけど、これが本人がいない場所で郵便によってされるっていうところで複雑になってきています。でまあ本来はねそのコロナ禍によって、まあ、今回郵便投票っていうのがかなりね当たり前のように言われてるんですが、実はこの背景にはバイデンさんとトランプさんの意見に相違があったわけですよね。バイデンさんはもともと不正をすることがまあ念頭にあったからだと思うんですけど、積極的に郵便投票しましょうって話だったんだけど、トランプさんに関しては絶対こんなの不正がいっぱい起こるわけだからやめようぜって話はしてたんですよ、もともと。だけど最終的にはまあコロナ禍で密を避けるために投票所に人が集まることを避けなければならないので郵便投票を受け入れるしかなかった。そしてもっと複雑なことにはその州ごとにね郵便投票の採用方法が異なるわけです。これは合衆国憲法以外に州ごとにね50州それぞれに州法ってのがあります。でその州法にのっとって今回のその選挙人の選出だったり投票の有効無効っていうのが決まるわけですが、その州法がそれぞれ違うのでそれぞれの州で事情が違う中での郵便投票なんですよね。なのでこれがまた話をややこしくする原因になっていると。じゃあ泥沼化していると言われているここで一体何が起きているのか、どういった泥沼的なね展開が行われているのかっていうのをちょっとまとめていきたいと思うんですけど、私がですね日頃から情報収集に使わせていただいているのがこちらのですね及川幸久さんのチャンネルになります。でこちらの方はめちゃめちゃ説明が上手なので分かりやすいし、毎日動画を上げてくださっているのでリアルタイムな情報がつかみやすいっていうのがあって、すごくねこの国際情勢に興味がある方とか今回のアメリカ大統領のね選挙に関して詳しく知りたい方はぜひねこの及川幸久さんのチャンネルを登録されることをお勧めします。本当に分かりやすいし勉強になるので私はもう毎日見てます。でこの方の情報をベースにちょっとねまとめていくと、まずですねトランプ陣営から異議申し立てが行われているわけです。で何に異議申し立てをしているかというと、もちろんそれは開票結果ですよね。でこの開票結果そのものというよりもその背景で不正が行われているよね、この開票結果を受け入れることは断じてできませんよって話をしているので、これはもちろんバイデン陣営に対してあなたたちは不正を行ってますよねって主張になってるんですけど、もう今この1月5日の現時点でいくとこれは単なる不正ではなくてもうトレイズン、国家反逆罪に当たるよねって話になってきています。かなり深刻なワードです。なので今はそのトランプ陣営がいろんな州に対して再集計を迫ったり、これは犯罪行為だよっていう風に犯罪調査を依頼したりとか、そういったことが州ごとに行われていたり、州でダメならもう最高裁判所に持っていくよみたいな話になってるわけです。でじゃあどんなことが行われているのかっていうのを、まあ、大まかなものだけ挙げていくと、例えば不自然に増えるバイデン票、郵便局員による改ざん、州法の無理やりな変更、非常に高い投票率、そして集計時の締め出し行為っていうのがあるんですけど、細かくいくともっとあります。例えば今回問題になっているドミニオン集計機っていうのを直前にね急に入れることになったとか、スカシのね用紙を用意したのにそのスカシのない投票用紙が山ほど出てきたとか、まあそういうなんか細かいところまで挙げればキリがないんですが、今回は特にね注目を浴びてるものだけに絞ってちょっと情報をまとめていきたいと思ってます。例えば不正を行ったとして提訴や再集計となった州っていうのがいくつかあって、でもちろん50州全体に及ぶ話ではありません。特に今回はアリゾナ州、ウィスコンシン州、ジョージア州、ニューメキシコ州、ネバダ州、ペンシルベニア州、ミシガン州というのが大きな提訴を受けたりとか、もともとがね不正がありすぎてもう再集計やったところで意味ないじゃんってところがあったりとかしているので、その話をね今回ちょっと一個ずつ上げていきたいと思うんですが、例えば不自然に増えるバイデン票、これどういう話かっていうと、例えばミシガン州、ウィスコンシン州で投票日の翌日、要するに11月3日に投票が行われて、みんなお疲れってなって帰った後にですね誰かが持ってきたんでしょうね。で11月4日早朝になって未回収の大量の票が民主党によって発見されると。
で、それが13万8000票あったのに、全部 100% バイデン票で、1枚もトランプ票がなかったっていうね、こういった不自然なことが起きていますし、ネバダ州では州外から1万票を輸入して、死者の票とか、18歳以下のね、本来投票権を持ってない人たちの票まで投票されてたってことがあって、で、この中でね、特にもう3062件に関しては、明らかにこれは不正な票だってことが分かっているものについては、もうすでにネバダ州のね、共和党の人たちが、ウィリアム・バー司法長官に対して報告をしたっていうのがあります。で、これは反論する方にとっては、例えばアメリカっていうのは日本と違って、親の名前を子供が全く同じ名前を受け継ぐ場合もあったりして、で、本人確認がそれでね、ちょっと混乱してしまったとか、州外から入ってきた分に関してはあれですけど、死者の票、例えば私は実は死んでませんよっていうニュースがあったみたいに、私がその死んだ父親と同じ、全く同じ名前を引き継いでるんで、死んだことにされてるんですけど、私の票はちゃんと生きてる人間の票ですよっていう人がいたりとかね。で、もちろんそれがまあ18歳が自分の子供の票としてカウントされているってこともあるんでしょうけど、そういったちょっとね、誰の票かよくわからないっていう票が投票されていること自体がちょっと問題ですよねって話があります。それからジョージア州ではスーツケーススキャンダルっていうのが勃発してます。これは何かっていうと、スーツケースってアタッシュケースみたいなやつに票が入ってて、みんなが帰った後にね、集計係のみんなが帰った後に4人だけ残って、机の下から大物にスーツケースを取り出し、中に入ってた票をですね、集計機にかけるんですけど、誰も見てないことをいいことに、そういう同じ投票用紙を3回スキャンしていくと。そうすると集計機的には、その3回分をそれぞれを正式なカウントとしてやっちゃうんで、枚数の3倍がカウントされることになる。そうやって、まあ、バイデン票を増やしたっていう行為が、もう監視カメラでね、されてしまったりとかするので、こういった疑惑というかもう犯罪行為が残ってしまってるわけです。郵便局員による改ざんっていうのももうはっきりしています。で、これらに関してはもう郵便局員の人が内部告発してたりとか、まあ、宣誓供述書っていうものを提出して、私の発言はもう間違いないですと、もしか間違いがあったら私は犯罪人として裁かれる覚悟もあるし、もちろん職を失うリスクというものも理解してますっていう形で提出するものなんですが、そういったものはですねもう提出されてて、例えばミシガン州とかペンシルベニア州では上司から消印を締め切り前に改ざんするように命令されたと。例えば11月3日までに到着しなければならなかったはずの郵便投票で、11月4日以降に届いたものに関しても本当は州法によってはそれはもうカウントしちゃいけないものなのに、それをもうあえて消印を郵便局員がね、自分の立場を利用して改ざんするということをやる、それを上司から命令されたということを内部告発した人がいるという話がありました。で、今みたいに州法の無理やりな変更をする州務長官ってのもいるわけで、例えばペンシルベニア州の州務長官は11月3日であった期限を3日勝手に延長したと。で、さらに言うと、郵便投票であったとしても ID、 要するに本人証明が必要なんですが、本人証明がない不備のある郵便票を有効にするために、後からでもね ID 提出してくれればそれをまあ有効な票として認めますよっていうルールにして、さらにその期限を11月9日にしてたんですけど、さらにそれを3日延長して12日まで OK にするっていうね、もうめちゃくちゃなことをやってるわけですよ。で、これはもちろん投票日以降のものはね分けるように最高裁の方からね指示が出てるんで、これはもう大丈夫って話になってるんですけど、なんか結構えぐいですよね。こんなことやっていいのかと。で、それから異常に高い投票率、これちょっと面白いです。例えばウィンスコンシン州では投票率 89% を記録しました。これは有権者の登録者の数が368万人いた中で328万票が集まったという話なんで、まあ現実としては 89% あり得るっちゃあり得るんですよ。でもそれがじゃあヒラリー・クリントンさんとドナルド・トランプさんが争った2016年の段階でウィンスコンシン州って 67.3% だったのに、それを 20% 以上上回る投票率がね今回あるのかって考えると、理論的にはあるとしてもちょっと異常な数値だよねってことが言われています。さらに言うと、ノースカロライナ州では登録者が516万人しかいないのに投票数が538万人っていうね、もう投票率 100% 超えっていうのがありました。実はですね、これも可愛い方なんですよ。もっとエグいのがあります。ペンシルベニア州です。ペンシルベニア州結構やりますね。発行した郵便投票用紙が170万枚しかないのに、回収したのが250万枚って80万枚どっから出てきたのって話ですよね。投票率 147%、 これ多分歴史上最高記録を達するんじゃないかっていう感じがしますけど、このようにですね 100% を超えてしまう例が出てきているんですね。で、こんなあからさまなことが行われてるわけです。これはもう不正がある何者でもないですよね。それから集計時の締め出し行為、これもちょっと面白いですね。こういった形です。要するにマスコミの人たちが開票作業を移そうと思って来たりしたんですけど、それをわざわざ板を張って目隠しをしてやると。で、なおかつそれだけじゃなくて、これミシガン州の話なんですけど、デトロイト集計所に関してはその上にですよ、共和党関係者を追い出したっていう話があるんですよ。で、こんなことしたらその何もしてませんよって言っても無理がありますよね。こんな分かりやすいことして、なんか私たちは不正してませんっていうことの方がおかしい。
じゃあこういったえげつない、もう分かりやすいほどの不正行為がここまでたくさん行われている背景には一体どんな事情があるのかっていうのを、ちょっとねその謎を紐解いていくためにキーワードを解説していきたいと思います。で、例えば先日ですけども、テレビ東京の方のやりすぎ都市伝説2020が12月25日にね放映されたんですが、ミスター都市伝説関明夫さん、私も大好きなんですけど、この方がまあもちろんその今回の大統領選挙の闇っていうことをお話ししていました。そこでいろんなことをご指摘されていたんですが、私の中ではやっぱり調べていけばいくほど、その関明夫さんのおっしゃっていた話の観点とちょっと違うんじゃないかな。もちろんそのテレビで発言する内容なので、その切り取り方もね、やっぱりある程度目を引くもの、注意を引くものっていう観点から切り取られてると思うんですけど、私の場合ちょっと見方が違うっていうのと、なんかまあもちろん同じところもあるんですが、じゃあ実際にこれからお話しする内容っていうのも都市伝説なのか陰謀論、単なる陰謀論なのか、もちろん捏造された情報なのかフェイクニュースなのかっていうのもあると思うんですよね。もちろん全てが正しい情報だとは言えないんですが、でもそれをじゃあこんなの陰謀論だよとかフェイクニュースなんじゃないのってスルーしてしまうこともちょっとなんか違うのかなと思ったので、一応今の現時点である程度これは本当だろうと思えるものを集めてみました。なのでちょっとねこの部分だけどご了承いただいた上で、この先の方もご覧いただけたらと思うんですが、例えば今回挙げたいキーワードっていうのがこちらになります。選挙運営会社ドミニオン、そしてハンターバイデンの疑惑で、ディープステート、これは影の政府って意味ですけど、そして中国共産党 CCP、 そしてシドニーパウエルです。この5つのキーワードに関して解説を加えていきたいと思います。まず選挙運営会社ドミニオンについてです。まずドミニオンの正式名称はドミニオンボーディングシステムズ、ドミニオンボーディングシステムズコーポレーションっていう話なんですけど、ここにですね、そのドミニオンっていう言葉の意味を知ってますかっていう関脇さんの話があって、この意味は支配ですっていう紹介があったんですね。でも私はこれは支配ではないと思っています。なぜかというと、このドミニオンっていう単語の意味の中にはもちろん支配っていうのもあるんですよ。支配領域、支配権っていう言葉もあるんですけど、このですね、頭文字が大文字なのか小文字なのかで実は意味が変わってくるんですね。支配という意味を取る場合には頭文字が小文字じゃないといけないです。でも今回は大文字なので、その場合は自治領っていうニュアンスの方が強いって言われています。そうすると、まあ、今回はもちろんその会社名なので、会社名の頭が小文字よりは大文字なのが普通だから、そういった意味で本来は小文字で表現するはずのものを大文字でっていうこともあるかもしれないけれど、ドミニオンっていうのを支配だよっていう言葉で表現した方が、まあ、確かに興味は惹かれますよね。でもそんなあからさまなニュアンスとしてね、選挙運営会社が名前つけるかと、怖いじゃないですかなんかやらかしそうじゃないですか。だからそんなものはアメリカがね、あの大国アメリカがドミニオンという会社の集計システムを積極的に採用するんであれば、支配というニュアンスではないというふうに見た方が自然かなと思ったので、この部分はちょっとね関脇夫さんとは意見が違うかなと思ってます。でそれからドミニオンボーティングシステムズコーポレーションっていう会社があるんですけど、実はこの会社の親会社が存在します。でその会社がスマートマティック社と呼ばれていて、このスマートマティック社がそもそもソフトウェアを開発し、そのソフトウェアをドミニオンに下ろして、で今度はドミニオンがそのソフトとハードをセットにした集計機を各州政府に売り込むという流れができています。なので今回はドミニオンのシステム自体がアメリカ50州のうち24から28州に使われているってことが分かっています。だからもう半分から半分以上ってことですよね。なので有権者の人口比率的には 40% をカバーしていると言われています。でそれからシステムで集計したデータをどこかに保存しておかないといけないんですけど、そのサーバーが必要ですよね。ただ問題はそのサーバーがなぜかドイツのフランクフルトにあった。でそのフランクフルトのサーバーを CIA が管理していたっていうのが大きな問題になってます。もともとこれはフェイクニュースなんじゃないかって言われていたんですけど、どうもこれがですね、確実にそれがあったらしいということが分かってきたので、あえて今回情報に入れたんですが、ここに関しては関明夫さんは、例えばドイツっていうのは日本と同じように敗戦国であると、第二次世界大戦における敗戦国だから日本も一言じゃないよって言われていることがある。それ自体に関してはですね、フランクフルトに今回のサーバーがあったこと自体と、日本とドイツが第二次世界大戦の時の敗戦国であるということを関連付けるちょっと証拠が見つからなかったんですよね。でもちろんそういうことはあります。例えば国連というのはもともとそういった連合国の人たちが作った組織なんで、国連というものに加入するための条件はドイツと日本に宣戦布告をすることであると。でそうすると、まあ今の国連に関してもそうですけども、日本とドイツに関しては敵国条項というのが残っていて、日本やドイツというのが、まあ、世界の平和を脅かすようなことをすれば他の国の同意を得ることなく相手を攻撃することができるという敵国条項というのが残っているぐらい、まあ、日本とドイツというのは実は今の状況ではあんまり意識はされないけれど、明らかに敗戦国として扱われているわけですよ。だからそういった意味では、例えばドイツのフランクフルトに今回のサーバーがあったということと、そういったことを関連付けると面白いんですけど、そこを今回関連付けても差し支えないという根拠がねちょっと分からなかったんで、そうなのかなっていう感じはしています。でまあフランクフルトは例えばトランプ大統領の背後に
にいる影の支配者ピーター・ティールさんの、まあ、生まれ故郷だっていうこともあるので、もしかしたらピーター・ティールが絡んでくるかもしれないけれど、そのことにも関してもね、私は今回ちょっと踏み込まずに言おうと思ってます。でさらに今度サーバーとシステムっていうのはもちろん情報をね行き交いさせてるわけですけど、本来はこれっておかしいことで、そのおかしいって何かっていうと、サーバーが国外にあるっていうのがそもそもおかしい。投票の集計機のデータを国外のサーバーに情報を送るっていう、そのネットワーク接続が他国に向けてされているってことがかなりおかしい話なんです。本当はこれクローズドなシステムであるはずで、少なくてもアメリカの連邦政府がそのサーバーを持っててデータを集計して集約させて、それを管理運営するってことはわかるんですけど、それを CIA が単独でドイツに持ってって管理運営していることはおかしい。でここの詳しい部分もまたね後ほど説明加えますけども、まずそのシステムとサーバーが離れすぎていて、ドイツにサーバーがあるっていうのはまずおかしいよねと。でさらに言うと、このスマートマティック社の会長はどこにいるかというと、バイデン政権移行チームのメンバーに入ってるわけですよね。なぜか、ここもなんか怪しすぎますよね。でさらに言うと、ここまでズブズブのこう状況になってるドミニオン社っていうのを買収した人がいますと。4億ドルでこの会社を買収した人は誰かっていうと、中国共産党 CCP という話になってるわけです。なので今回の不正行為の裏側にいる大ボスはもしかしたら中国共産党なのかもしれないっていう疑惑が出てくるわけですよね。でもちろんこれはアメリカのポンペイオ国務長官もそうですし、ドナルド・トランプ大統領も公言してるみたいに、中国共産党が今回この大統領選挙に絡んでいる、介入しているし、サイバーセキュリティも強化しているし、とにかく対中政策をしっかり取ってますよと、中国これ以上好き勝手させませんよってことは公言してるぐらい、今ドンパチやってる相手なんですよ。その中国が確実に今回大統領選挙に絡んでいるんじゃないかってことが言われていて、それがドミニオンっていう集計機メーカーを通してここまでね明確になってきてるわけです。でそもそもですね、スマートマティック社っていうのはどういう会社かというと、実はベネズエラ人エンジニア3人が作った会社と言われています。で急に出てきたこのベネズエラなんですけど、このベネズエラで思い出していただきたいのはこの方ですね、ウゴチャベス大統領です。でこの方はもうすでに亡くなられているんですけども、この方の2期目の当選を確実にするために作られたのがこのドミニオン社のシステムだって言われているわけです。そして実際にウゴチャベスさんが2期目を当選したことをきっかけに、これは他の国、アルゼンチンとかチリとかね、ボリビアとか、そういった国にそのシステムを輸出されていくわけですけど、実はこのシステムを使ったのがオバマ政権の2期目で、まあもちろんオバマ政権が使ったということはバイデンさんが副大統領だったわけだから、今回のドミニオン社のシステムが当時と同じように使われたかもしれない可能性が大きいですよね。で、ベネズエラがどこら辺にあるかっていうのをちょっとご説明しておくと、ちょっとこの地図上分かりにくいかも分からないですけど、上の方にあるこの部分、この部分が北アメリカ大陸です。で、北アメリカ大陸と南アメリカ大陸に挟まれるような形であるここの部分がカリブ海。そして南アメリカ大陸のお付け根のちょっと右側の部分にあるのが、ここがベネズエラという国になります。でもっと言うとですね、ちょっとこれから重要な国が出てくるのであえて説明しておくと、このですね北アメリカ大陸の付け根の部分、南アメリカ大陸とのつなぎ目の部分にある国がメキシコ、それからカリブ海に浮かぶ島国がキューバとプエルトリコですね。この部分ちょっと覚えておいてください。歴史的に行くとですね、もともとキューバとかプエルトリコとかラタンアメリカというのはポルトガルとかスペインに占領された国々ですよね。でそれが最終的に19世紀に入ってくると、アメリカが米北戦争でメキシコの半分取ったりとか、その米西戦争でキューバプエルトリコを奪ったりとかして、どんどんラタンアメリカの方、南アメリカ大陸の方にアメリカが勢力を伸ばしていきます。この時にですね、やっぱりアメリカとしては占領した地域を使って新しいことをしたいわけですよね。でこの時何をしようとしたかというと、これです、新自由主義っていうのを広げようとしたわけです。でこれは当時のアメリカの経済の行き詰まりに対するブレイクスルーを他の国を使って実験して逆輸入する形で使っていきたいっていうのがあったわけですよね。でもちろんベネズエラもその例外ではないんですけれど、この要は新自由主義を押し付けられ、アメリカに軍事介入されながら搾取され圧迫されている状況から脱却したい、国として独立したいっていうのがあって、ラテンアメリカの中でもうグツグツストレスが溜まってった結果、ベネズエラを発端としていろんな国が独立活動、要するに反新自由主義ですよね、この新自由主義に反対する政府が続々と立ち上げられることになります。でこの中で一番最初に動きを取ったのが1998年に大統領選挙に受かったチャベスさんだったわけです。でこのチャベスさんがこの反新自由主義の旗手として立ち上がり、チャベスさんに従う形でラテンアメリカの国々がそれぞれ民主主義を求めて独立していくわけですけど、だから親米的な政権を倒してね、反米的なもの、もっと言うと共和党のね保守的な人たちではない
なく、まあ、どちらかというと民主党のリベラルの写真寄りの政権が立ち上げられたっていう話があって、だからこそね今回まあそのトランプさんがいろんな人たちからね包囲網を作られて再選をね阻まれてるみたいに、リベラルである民主党のバイデンさん寄りにこのベネズエラの人たちが絡んでいたりとか、キューバが絡んでるよとかっていう話もこの後ちょっとパウエルさんの話に絡めてお話しますけども、そういった事態があると。そしてこのベネズエラという国から始まった新自由主義反対派の人たちが要するに今立ち上がっているわけです。そしてそれが大統領選挙にも絡んでるわけですよね。ここにですねハンター・バイデンさんの疑惑っていうのもあります。でこれはもう元々大統領選挙の前から知ってる人はもう本当にもう知ってたし、もう出回っていた話ではあるんですけども、意外とですねその根拠がまあ弱いっていうことですぐ断ち切れてしまった話題ではあるんですよね。でこれがこのウクライナ企業と中国企業に対してハンター・バイデンさんがまあ絡んでいたっていう話なんですけど、それぞれどういう話だったかを簡単に説明していきます。例えばジョー・バイデンさんが副大統領だった時期、オバマ政権の時ですよね。でこの時にハンター・バイデンがウクライナのエネルギー企業ブリスマの役員を務めていたと。でその時にはなんか汚職事件があったんでしょうね。でそれを要するに検察が暴こうとしていたものをバイデンさんがその自分の息子たちを守るために検察トップを汚職捜査から外すように求めたと。で話をまとめるためにブリスマの幹部と面会をしていたっていう話があって、でもちろんブリスマからはね その時にその奴隷金みたいなのをもらったんじゃないかって話まであって、でそういった情報がどうもそのバイデンさんの所有していたパソコンからメールがね発見されて、そこからまあ判明したんだみたいな話があったんですよ。でもこれがなんかどうもそのトランプ陣営側が作った偽物の情報だったみたいな話もあって、なんかこれがですねちょっと根拠は取れなかったんですけど、まあ一応こういった話が出てきましたよという話で今回止めてご紹介しています。それから中国関連の話もありました。中国国有企業の支援を受けた企業で CHC っていう会社の取締役を務めていたんですけど、ここで月5万ドルですよね。1ドル100円で計算したら月500万もらってたと。でもちろんその金がの一部がねバイデンさん、ジョー・バイデンさんにも流れていたんじゃないかみたいな話があって、で特にそのウクライナっていう国は親ロ派なんでロシア側についてる国ですよね。でこういった中国とかロシアっていうのとジョー・バイデンの息子が絡んでいた。アメリカで何かしら企業をねなんかうんぬんかんのしてれば話は別だったんでしょうけど、なぜかウクライナとか中国とかなんか意味ありげな国のね企業と絡んでいたっていうのがちょっとスキャンダルのねネタになってしまっていたっていう話があります。もちろんこれがおかしいぐらいメディアに取り上げられないと、大手マスコミには取り上げられなかったっていう事実がね、またこのジョー・バイデンさんの裏側にある勢力を思わせるわけですけど、例えば今回の大手マスコミがスルーしたという事態に加えてもう一つ大きな問題が起きています。これはこの人に関して、この人はウィリアム・バーン元司法長官です。でこの司法長官というのは日本でいう法務大臣にあたる人なんですけど、このウィリアム・バーンさんが自分の立場を利用して今回のバイデン親子に関するスキャンダルを調べるなという指示をですね FBI に出していたということが判明しています。 FBI というのはもともと司法省の管轄の組織なんで、ウィリアム・バー司法長官、まあ司法長官だった時にはもちろん FBI に命令を出せる立場だったんですが、もちろんこのことが判明した時に12月23日付で辞任することになりました。なので今はもう辞めてしまってます。でキーワードのところにディープステートというのが出てきて、影の政府っていう話だったんですけど、これはですねやっぱり陰謀論だと思う人もいるんですよね、中にはね。でもちろんそれが本当にあるのかないのかっていうのは私もその根拠として明確に示すことはできませんが、例えばじゃあどういう人たちをディープステートと呼ぶかというと、今回の、まあ、司法省のトップだったウィリアム・バー、そして彼の支配下にあった FBI 連邦捜査局ですね、フェデラルビューローオブインベスティゲーション、そして今回ドミニオン社のサーバーをドイツで管理運営していた CIA 中央情報局ですね、セントラルインテリジェンスエージェンシーですけど、こちらの3社に個人的には国土安全保障省まで含めた人たちがディープステートなんじゃないかって私は見ています。特に今回この CIA にちょっと注目したいんですけど、このですね CIA が作成したソフトウェアにですねスコアカードっていうのがあります。このオペレーションスコアカードっていうのはどういうソフトウェアかというとですね、これは外国の選挙結果を監視操作できる改ざん用のソフトウェアなんですよ。なのでもともとアメリカっていうのは他の国の選挙に対して、まあ、もちろんその開票結果にしかまあ介入できないですけども、それを要は改ざんする行為をしていた、選挙結果を操作することをしていたわけですよね。でさらにここにですねハンマーというプログラムがあります。でこれはですね諜報活動に対する、まあ、防御システムを兼ね備えた投票操作用のアプリケーションなんですね。でこのアプリケーションの怖いところは何かっていうと、このプログラムが投票結果を改ざんしたことを痕跡を残さずにやってしまえるってところが怖いんですよ。なのでこのスコアカードとハンマーっていうのを併用したシステムがドミニオン社
社のサーバーに入っていて、こいつが要は今回のね大統領選挙に使われていたということなわけです。なのでもちろん何も知らなければ、まあ、もちろん結果がね明らかにおかしいことがあったんで気づけたんですが、これがもし微妙な結果だったとしたら、改ざんがされた証拠をこのソフトウェアを解析することからもしかしたら引き出せなかったかもしれないっていうのがあります。なんでこれをですね、実はこのサイバーセキュリティ部門のですねチーフだったクリス・クレイブスがどうもやったんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。でこのハンマーとスコアカードをドミニオン社とリンクさせていたと、まあ、パウエルさんが主張しているんですが、この後クリス・クレイブスさんが今回の選挙ではそういう不正は一切行われていなかったんだと発言したわけですよ。でこれをトランプさんが怒ってですね、そんな不正確な情報を放つような長官はいらないっつってクビにしたっていうのがあります。なのでこの方も11月17日付で解任されたわけですけど、パウエルさんももっと早くこの人をクビにするべきだったっていうふうに言ってるんですね。まあクビにするというかこの部署長官の立場から外すべきだったと。でただそれを国土安全保障省の長官が、まあ、その忠告を無視して彼を使い続けたっていうところに、国土安全保障省自体も影の政府として絡んでたんじゃないかっていう、なんかこう疑念がある部分になりますよね。そしてこのスコアカードとハンマーを兼ね備えたサーバーが CIA によって管理運営されていて、さらにそこにはしっかりとバックドアが備えられていてですね、このバックドアからは中国、イラン、ロシアが自由に要はハッキングできる状況にあった。要するに国外のドイツのフランクフルトにサーバーが置かれていて、その各州の集計結果が改ざんされる行為をドイツのサーバーから行うことができたってわけですよね。でそれをするのは中国やイランやロシアの人たちだったという話になっています。ここで注目したいのはこの中国と中国共産党っていうのを別に考えましょうっていうのがあります。でこの中国共産党と中国っていうのを分けて考えましょうっていうのは最近すごくねデリケートに言われるようになったんですけど、実はその中国共産党 CCP、 このチャイニーズコミュニストパーティーっていうのは全国にですね、まあ、全国というかその党員としては9000万人いるわけですよね。でも9000万人って言ったらまあ日本の人口1億3000万人からすると相当なんですけど、言っても中国人13億人いるんで人口比率的にいけば約 7% しかいないと。ということはその残りの13億人の残りの12億1000万人に関しては普通の健全な中国人なわけですよ。だから悪いのは中国人なのではなく中国共産党が悪いんであって、その党員以外のね罪のない12億1000万人の人たちまで10杯1からげにして中国が悪いっていう風な表現をすることはちょっと語弊があるよねっていうことで、最近では中国と中国共産党を明確に分けて表現するっていうことが世界的なねスタンダードになってきています。でこの中国共産党ですけど、今回の大統領選挙に関してはそのアメリカの地方議員を買収したりだとか、連邦政府系の人間とか連邦議会議員の人たちを、まあ、ちょっと買収するっていうのは難しいんですけど、まあ州議員のね人たちとか州政府とかに介入するってことは比較的容易にできると。でなおかつドミニオン社を買収したりとか、まあここに書いてないですけども、例えば主要メディアに介入して、例えばお金を出して紙面を買って、そこにチャイナウォッチっていうページをあえて作ってみたりとかね。でそれはまあテレビの枠だったり新聞の枠だったりをお金を出して買うと。でそうするとまあもちろん関谷京さんが指摘してたみたいに、オールドメディアとニューメディアの戦いなんだって話があったみたいに、オールドメディアと言われている新聞やテレビの人たちにとっては、まあ、その中国共産党から金を出してもらうことについては別に自分たちが傷つくわけでもないし被害もないし金は入るからね、まあ、単なるビジネスチャンスでしかないわけだけど、まあ、そういった大手メディアが当たり前のようにそのチャイナウォッチというものを上げて、そこで描かれている中国像っていうのをアメリカ人にすり込むためのね、まあ、広告塔に使っていたっていう話なわけですよ。で、まあ、もちろんその孔子学院とかパンダ外交とか、まあ、そういった、ね、例えば今回はそのコロナショックがあったんでマスク外交とかも言われてましたけど、で一帯一路構想も進んでるし、そういう風にして今回の大統領選挙アメリカとの関わり合いの中でいけば、まあ、ずっとね長い間アメリカの中に入り込んで社会主義を広げる活動はずっとしてたんですよね。そういったものの中でできた、まあ、中国とパイプを持っている人たちを使って、今回はそのドミニオン中継機メーカーというものを使って直接的間接的にいろんな方向からアメリカ大統領選挙に介入していたっていう話が今回の流れの裏側にある仕組みってことですよね。そしてこれはバイデン陣営の後方支援という枠をもうはるかに超えた状況です。つまりこれはもう米中戦争と言ってもいいかもしれない。そしてこの米中戦争にとって中国側についてしまったアメリカ関係者の人たち、こういった腐敗にまみれた人たちを根こそぎ捕まえてしまおうっていうのがこのクラーケンを解き放てと言い放ったシドニー・パウエルさんなわけですよね。このシドニー・パウエルさん、かなり過激な発言が多かったので、今はもうトランプ弁護団から離脱して個人でその We the People っていう政治団体を立ち上げて活動されているんですけど、もうなんかもうこの人自体がクラーケンみたいなもんで、この人がどんな情報をどこから引っ張ってきてるのか
かんないですけど、いろんなね情報、そしてその証拠をしっかり掴んでるみたいなんですよね。でもちろんこのクラーケの解き放てという言葉の、まあ、元ネタはこのクラッシュオブザタイタンズっていうものかららしいんですけど、ハデスがね10日後の日食の日に海の魔物のクラーケの解き放し都を滅ぼすと宣言したというその話、主人公がクラーケの解き放てって言ったそのセリフから来てるらしいんですけど、今回シドニー・パウエルさんが言いたかったのはアメリカ大統領選挙をここまでね民主主義を崩壊させる危機まで起こしてまでやったアメリカの人たち、まあそのアメリカだけじゃなくてもちろん今回の不正行為にね絡んでいる人たち、もっと言うと中国共産党に組みした人たちっていうのを一斉に撲滅する、この腐敗を全て撲滅するために今シドニー・パウエルさんっていうのは動いていて、もともとトランプ弁護団に加わっていたんですけど、トランプ弁護団から離れて今は個人で活動されているから、もしかしたらそのクラーケンによって炙り出される人の中には共和党の人もいるかもしれないけれど、とにかくこの先ね、いろんな問題がどん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 明るみになっていくと思います。そしてこのシドニー・パウエルさんが11月19日に共和党全国委員会本部で行われたトランプ大統領弁護団の記者会見でこういった発言をしてるんですよ。これはもうちょっと最後ね共有して終わりたいと思うんですけど、この不正にベネズエラ、キューバ、中国、クリントン財団、ジョージ・ソロス氏が関与している可能性があるっていうふうに示唆したわけです。で、クリントン財団に関してはビル・クリントン、ヒラリー・クリントンさんたちが中心に作った財団ですけど、ここに一番お金を提供しているのが中国共産党と言われてて、もう彼らは中国とズブズブだよって言われてるのは元からあった話なんですけど、ジョージ・ソロスさん自体は中国共産党にかなり批判的な人だったりするし、この人たちがみんな一括りになってチームでトランプさんを陥れているっていうわけじゃなくて、それぞれに事情がある。ベネズエラの事情、キューバの事情、中国共産党の事情、クリントン財団の事情、そしてジョージ・ソロスさんの事情があってバラバラに動いてるけど、結果的にそのトランプさんを再選させないための動きに集約されてって、まあ、こういう今の不正に絡んでる形になってるよねっていう話だと思うんですよね。でもちろんこれらがこれからどん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 明るみになっていくんだと思うし、もっと言うとここにない名前にない人たちも出てくるし、もっと言うと今回のご紹介したアメリカ大統領の選挙の仕組みっていうのももしかしたら最後になるかもしれない。もしここでジョー・バイデンさんが不正の元大統領になってしまえば、今度は不正で立ち上がった政府によって大統領選挙が組まれて行われるわけだから、また不正が繰り返される可能性もあるわけですよね。だからそういった意味では純粋な民主主義、もしくはその本当に自由な国アメリカとして行われた選挙、アメリカ大統領選挙というのは2016年が最後だったよねって言われるかもしれない、まあ、そういったことに関連するあらゆる根拠、あらゆる証拠をシドニー・パウエルさんは持っている可能性があって、でもちろんそこまで持っているわけだから命の危険もねあるでしょうけども、そういった危険な中で今戦われている人たちがいる。そしてこれからそのトランプ大統領が再選するのか、ジョー・バイデンさんがこの中でやっぱりなってしまうのか、その結果アメリカが、まあ、南北戦争の時のように分断してしまうのか、それを阻止するために戒厳令を、ね、放つべきだっていう話もあって、まあ、もちろんその今回に関してはリミテッド、要するにリンカーン大統領が南北戦争の時にやったみたいに全てをストップさせてね、三権をね全てストップさせて全部軍政下に置くっていう話ではなく、投票に関してのみ少しね強制力を働かせるべきだっていう話もあるんだけれど、それが本当にね行われるのかどうか、もっと言うとそこまでならずに最高裁で結果が出てくれるのかわからないですけど、まあ、今回の2020年アメリカ大統領選挙でこういったことが行われているっていうことがわかると、ちょっとね大統領選挙のことが理解していただけるのではないかと思っています。こんにちは、アンディです。今回もご視聴ありがとうございます、この機会にチャンネル登録の方お願いします。それからコメントや評価の方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。私の日頃のアップデートが皆さんの何かの参考になれば幸いです。それでは他の動画でもお会いしましょう。よろしく。